G1 で7着以内、そして1枠牝馬です。詳しくちょっと教えてもらっていいですか。はい、はい、まずは G1 で7着以内ですが、過去10年のオールカマーで馬券圏内に入った馬30頭をチェックしてみますと、23頭は JRA の G1 で7着以内に入った経験を持つ馬でした。はいはい、23頭の詳細ですが、1着9頭、2着7頭、3着7頭です、うん、1着馬は10年で9頭いますので、特にクリアすべき条件かもしれません。クリアしているのはロバートソンキー、ジェラルディーナ、ベルトライゼンテ、デアリングタクト、テオロイヤルの5頭ということですね、はいはい。さあ続いて1枠ですが、過去5年の中山芝 2200m コースの枠順別成績を見てみますと、はい、1枠が勝利数、勝率、連帯率、馬券圏内率、単勝回収率、副賞回収率全て1位です、うん、そして、単勝回収率は唯一 100% 超えの 129% なんです、うん、オールカマーの過去10年でも1枠は1勝2着4回で、連帯率、馬券圏内率と1位なので、1枠有利というのはこれは間違いなさそうです。ロバートソンキーがね、でもちょっと穴人気してんすよね。ああなるほどね、うん、そこがちょっと気になるというか気になるというか、なるほど、はいはい。さあそして最後の牝馬ですが、オールカマーは去年おととしと連続で牝馬ワンツーで決まっております。過去10年で牝馬が4勝2着4回と放送しています。なので今年は牝馬、今年も牝馬は注目です。はい、ジェラルディーナ、ウィン・キートス、デアリング・タクトですね。ジェラルディーナとデアリング・タクトの最初の条件をクリアしていますもんね、はい。さあそれでは、ここで皆さんがウィニング競馬で発表したオールカマーの予想、うん、もう一度紹介しておきますか。はい、そうですね、はい、オールカマーは森井大徳氏はデアリングタクトでした ね、 はい、はい、ね。さあ斉藤さんと僕はね、キングオブドラゴンですね、キングオブドラゴンの副賞1点勝負にしました。人気なかったんですけれどもね、はい、はい、単勝ちょっと買うのが怖かったんですが、あ、副賞1点勝負です。そしてキャプテン、はい、私はベルトライゼンデーですね、うん、単勝と、総バリアントとの生まれですね。はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。なんかちょっと元気ないです。元気ない、元気なさすぎる。ちょっといろいろ失敗したから。あ、そうですね、はい、すごい。あ、失敗は馬券の話。馬券の話、はい、中継中失敗したと思うので中継中は全然失敗なかった。さすがでございます、はい。